今回は小樽までサイクリングに行ってきました。そろそろ北海道ではシーズンも終わりになりかけています。ルートとしては大通公園あたりを出発し、そのまま石山通りに入って北大の裏を通って新川通りに入ります。でずっと新川通りを進んでいきます。そして新川通りを終わったところで左折して、そのまま5号線まで向かいます。5号線に入った後は、あとは小樽まで一直線です。結構アップダウンがあって大変です。小樽の市街地に入ったら、今回は小樽駅に一度寄りました。そして終わったら今回の目的地である小樽水族館へ向けて進みます。今回はこのようなルートです。片道45キロちょっとといったところでしょうか。
Thank you.